こんにちは。信州上田の魅力を個人的独断と偏見を交えず発信するチャンネル、好きです。信州上田へようこそ。自称信州上田ナビゲーターの伝統工芸士龍馬です。信州グルメといえばそばですが、信州上田はそば以外にもとんかつが美味しいお店が多いんです。その中でジモッティに絶大な人気を誇るとんかつ屋が今日ご紹介する小豚屋です。では店内に入ってみましょう。店内はテーブル席、カウンター席、そして奥には宴会用の個室などさまざまな人数に対応してくれます。メニューを見てみましょう。小豚屋はメニューが豊富で、とんかつだけではなくクリームコロッケやエビフライ、カキフライ定食などもあります。丼物もいろいろありますね。こういう写真のメニューがあると食欲がそそられて食べたくなっちゃいますね。ちなみに僕は以前塩カツ丼を食べたことがあるんですが、肉の美味しさを味わえてとても美味しかったです。お、こちらは洋食系ですか。ナポリタンもあるんだ、美味しそう。そしてつまみ系もいろいろありますね。飲みかすっていうプランもあるんだ、面白いな。夜間ワインもダイナミックでいいですね。持ち帰りのフィレカツサンドも美味しそう。いろいろメニューがあってどれにするか迷いましたが、お得な平日ランチメニューからランチロースカツ定食を注文しました。さあやってきました、ランチロースカツ定食。うわー、見てこのロースカツの大きさ、食べ応えありそうだな。奥には山盛りのキャベツ、見た目からシャキシャキ感が伝わってきますね。壺の中にはからしがあって、付け合わせに漬物もあるのは嬉しいですね。そして味噌汁とご飯、あーもう今すぐがぶりつきたい。ではいただきます。まずはとんかつにソースをかけますか。これかな。ん、ひたすらにとんかつを極めるソース、ネーミングが直接的でいいですね。ソースをまんべんなくとんかつにかけまして、と。では一番美味しそうな真ん中のとんかつからいただきます。見てこの厚みのあるロースカツ、うまそうだな。ガブリンチョ、うん、うまい。そして柔らかい、間髪入れずご飯、そしてもう一丁ご飯、あーご飯が進むくん。いやー、それにしても分厚いとんかつだな。ガブリンチョ、うん、うまい。では味噌汁いきます。あー優しい味、もう一口、あー染み渡る。続きましてキャベツによく合う特製ドレッシングをキャベツにかけます。それにしてもキャベツもすごい量だな。ガブリンチョ、うん、ヘルシーで美味しい。今度はとんかつにからしをつけていただきます。まんべんなくからしが行き渡るようにして、と。ガブリンチョ、うまー。そしてご飯、もう一丁ご飯、とんかつとご飯のマリアージュが最高。箸休めに漬物いただきます。カプリンチョ、あー美味しい。からしのついたとんかつをガブリンチョ、そしてご飯、さらにご飯、うめー。あ、からしツーンきた。そんな時は味噌汁飲んで、と。あーうまー。それでは名残惜しくもありますが、いよいよ最後の一切れとなりました。最後も分厚いですね。ガブリンチョ、そして飯、最後の最後の一切れをガブリンチョ、飯をかき込む。
水を一気飲み、ごくごくごくりんちょ。くったー、ごちそうさまでした。地元の人に長年にわたって愛されている大人気のとんかつ屋こぶた屋、味もボリュームも大満足できるお店です。こぶた屋のランチロースカツ定食をぜひご賞味くださいませ。動画をご覧くださりありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いします。これからも信州上田の魅力をどんどん発信していきますので、どうぞお楽しみに。